暑いですね。真夏の夜いかがお過ごしですか。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。夏ですね。いや、これオープニングでも話しましたよね。先日ね、久々に地元に戻ったんですよ。綾瀬市の方に戻りまして、なんかね、地元の神社さんで子供祭りっていうのをやっていて、私お囃子やってるんですけど、今でもね、人手が足りないからちょっとお手伝い来てなんていうお声がかかって行ってきたんです。やっぱ夏のこう祭りの雰囲気っていいですよね。久しぶりに8匹来て、豆絞り肩から下げてうろうろしてたんですけど、来たんだからお祭りっぽいことを楽しもうと思って、ご出店がね、屋台が並んでたので、いや、お腹いっぱいだし、でもなんか欲しいなと思って、チョコバナナを買ったんです。チョコバナナも夏のお祭りの風物詩ですよね。で、今のチョコバナナっていろんな色があるんですよ。以前ってあのチョコレートがかかったバナナだけじゃなかったです。今ってピンクとか水色とか白とか、なんかレインボーカラーみたいなのもあって、一本のバナナドーンっていうのよりはちょっとこうカットしてあるやつを選ぼうと思って、ピンクのチョコバナナ300円で買って自撮りしてみたら、やっぱりあの小室ゆりが持つとですね、いろんな意味でアウトな商品なんだなということに気がつきまして、ツイッターにあげたら今ね4000人の方が見ていただいているっていう、そんな自主規制ものの写真がアップされておりますので、よかったらご覧ください。何年経っても、買う人を選ぶチョコバナナでしたというお話でした。もうチョコバナナ買わない。さあ、今週のコーナー紹介いきますよ。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。今週は50代の女性のセックスレスのお話です。非常に興味深い、私たちの年代に欠かせない、そんなお話だと思います。毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さん、現役探偵の方に担当いただいております。今月は浮気がバレちゃうランキングお話しくださるそうです。楽しみですね。さらにこの先生もご健在です。なんと新潟で初の鑑定会が決まったそうですよ。占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による占いサプリ、今週は夏本番、恋愛スタートな夏心です。番組では皆さんからのメール募集しています。番組への感想リクエストお待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。ご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。
たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。気になるサプリ、今週はウェブエクレという40代50代の女性向けのポータルサイトからこんな記事届きました。50代セックスレス、夫の本心が知りたい。知りたくない人いないですよね。でも知ったら絶対怖いやつですよね。これ10万部を超える大ヒットとなりました。膣の取説劣化は止まるの著者田原淳さんのインタビュー記事です。この膣の取説、女性の間ではかなり話題になったんですよね。膣ケアの重要性や60代のセックスライフの充実について大反響となりました。この原田さんが十数年苦しんだセックスレスのお話が掲載されています。結構赤裸々に語っているんですよね。セックスレスについて悩みを抱えるようになったのは30代半ばから。20代で最初の結婚生活が破綻して娘を連れて再婚したのが31歳。お相手の男性は穏やかな性格で子ボンド、家事も進んでやってくれて夫としては申し分のない人でした。ところが一緒に暮らし始めてから4年経った頃、夫がセックスを求めてこなくなったのです。当時の私はとても不安で、なぜ、どうして、私をもう愛してないのと聞いてみたい。でもセックスについてあけすけに語るのははしたないと言われて育った世代、なかなか思いを口にできず、そんなモヤモヤが2年続いたある日、全身の勇気を振り絞って聞いてみたんです。なぜセックスをしてくれないの。ここからですよね。ここからが、そうなんです、問題なんです。私がセックスで悩んでいることに気づいていなかったのかもしれません。え、なんでそんなこと聞くのみたいな顔をして本当に驚いていました。そして言われたんです。君のことが可愛いと思えなくなったから。これは憶測なんですが、私たちは同じ業界で働いていて、私や私を取り巻く人たちの言動で彼のプライドを無意識に傷つけてしまうようなことがあったのかもしれません。私がいろいろ聞いても、君を可愛いとは思えなくなった以上のことを言ってくれなかったので、結局セックスレス状態はもろもろの問題から2人が離婚するまで十数年続きました、ということなんですよね。この他にもいろいろ離婚につながるまでいろんな問題があるとは思うんです。でもこの原田さんがおっしゃっているのが、原田さんにとってはセックスというのは非常にかけがえのないものだったということをおっしゃっているんですね。この日本の風潮として、セックスレスが原因で離婚するなんて間違ってる、たかがセックスっていう風潮って否めないと思うんですよ。だけどそれってつまりはあなたの考えですよね。あなたにとってセックスはたかがかもしれないけれど、私にとってはされど、私小室よりもされど側です。やっぱりそのセックスがあるということで自分を女性として見てくれているんだなっていう充実感には正直つながると思うんですよ。で、原田さんも、セックスは私の人生にとってとても貴重な存在です、だってセックスがどうでもいいことなら60代になって人生の最高のセックスを追い求めようなんてしないはずですから、とおっしゃっている。なきゃないで2人がそれでいいよねという同意が取れていれば、
私これでいいと思うんです。もちろん私もこういうセックスのご相談たくさんいただいて、でも皆さん悩んでおられるのが一人で悩んでるっていうことなんですよね。原田さんもやっぱり一人で2年悩み続けてパートナーに告白したら、え、なんでそんなことで悩んでたのっていう、この温度差っていうのが今の日本の深い問題の一つだなっていうのは思うんですね。じゃあその温度差を埋めるためにテーブルに上げたらいいじゃない、上げられないから悩んでるんじゃないですか。で、上げられない、上げられないでどん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 時間が経っちゃうと、それがやっぱりもう紐解けない、こんがらがっちゃって大きな問題になって大きなコブになって、もう切るしかない、つまり2人が離婚を選ぶしかないっていうところまで簡単に言っちゃう話なんですよね。なのでね、これ聞いてくださっているそこのあなたは、いやセックスぐらいでって本当に思わないでもらいたいんですよ。で、原田さんこうもおっしゃってました。実は一度だけ親しい女友達と旅行した時に酔っ払ってセックスレスの悩みをぶちまけたことがあると。みんな黙って私の愚痴を聞いてくれるだけで、うちも同じよとか、こうしたらセックスレス解消できるわよみたいな話は誰もしてくれなかったと。彼女たちは夫といいセックスをしてるんだな、セックスレスで悩むなんて私は最低な女だと、ますます落ち込んでしまって、もうこれこじらせてますよね。でもこの膣の吐裂説を書いたことがきっかけで、彼女たちともう一度セックスの話をしてみたら、実はうちもレスだったのよねと打ち明けてくれました。親しい間柄とはいえ、まだまだ女友達と夫婦の性生活について語り合えるような時代ではなかったんですね、ということをおっしゃってます。世代間すごく深く関わっていると思います。関わっているとはいえ、日本の教育がそもそも性に対して蓋をしろ、タブー感が強いものであれば、どんな世代であってもやっぱり話しづらい問題であるということに変わりはないんじゃないかなと、カウンセラーとしては感じます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。
2週目は探偵サプリ。 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんがご担当いただいております。今月は探偵としてこれは外せない、浮気がバレちゃうランキング、興味深いですね。それでは若梅さん、よろしくお願いします。こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回はですね、探偵が教える浮気疑いランキングとして、やはり調査依頼を受ける前にまず浮気の疑いがあって依頼に入ります。その浮気の疑いを、ランキングとして多い順に発表していきたいと思います。でまず第1位は LINE からの浮気の疑い。やはり LINE はもう皆さん使っていると思うんですが、浮気相手とのやり取りも LINE で行います。その時に、昨日よかったねとか、今度またいついつ会おうっていうような画面をですね、見てしまったと。またいろんなツイッターであったりとか SNS アプリもありますので、その他にカカオトークと言われるようなトークアプリがあるんですが、本来 LINE で済むところをそういった、別のアプリを使ってスマートフォンの中に入っているということで、浮気してるんじゃないかっていう依頼が非常に多くなっております。で第2位は帰りが遅い、または休日出勤が増えた。これはもう昔からあることなんですが、浮気相手と会うために残業といって偽って、帰りが遅くなったり、あとは休日出勤ですね、休みを取って浮気相手と会っていたというような疑いがあり依頼に入ります。で第3位、セックスレス。これは以前小室さんとも対談させてもらいましたが、セックスレスになっていくとどうしても浮気をしていく率が高くなっていきます。今まで性欲が強かったのに急にもうレスになってしまう。他で、よそで何かしてるんじゃないかとか、またそういった我慢できないはずだから他に浮気相手がいるというような相談が非常に多いです。で第4位、下着が変わった、また筋トレを行う。やはり浮気相手と会った時に下着が見えてしまう時にですね、やはり新しく新調したりとか、また男性であれば、肉体的な部分で筋トレを急に始めた、またジムに通い出したということで浮気をしてるんじゃないかっていう相談があります。で第5位、スイカの履歴、また GPS の履歴。皆さんの移動手段としてスイカ使ったりしますが、履歴が残ってしまいます。でその履歴を見られた時に、本来は行くはずじゃないところに行っていたとか、あと車であれば、ナビの方に、ナビの履歴が残っていきますので、それを見られた時にあれこんなとこ行っていた、おかしいぞということで調査依頼に入ります。で最後に番外編としてですね、休日出勤で帰ってきたら靴の裏にポップコーンが挟まっていた。これ小室さん、なんだかわかりますかね。ポップコーンが挟まっているってことはディズニーランドに行っていた可能性があるということがあります。ディズニーランドは非常にポップコーン下にいっぱい落ちてると思うんで、本来仕事で行ったはずがポップコーンなぜか挟まっていたと。これはきっとディズニーランドに行ってた、もしくは遊びに行ってたっていうことで調査依頼になりました。で今回はですね、浮気の疑いランキングをお話しさせていただきましたが、探偵依頼の相談などは MJ リサーチで検索していただき、また MJ リサーチ公式 YouTube も行っておりますのでご覧になってください。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。いや、まさかのポップコーンは気づきませんでしたね。ほんの些細な出来事から気づかれちゃうんですね。特に女性の第六感というのは侮れないところがあると思います。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談くださいね。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもぜひご覧ください。
占いサプリ。9月6日そして7日新潟にて初の鑑定会が開催されます。占い癒し所ヤクモ庵オーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占っていきます。夏本番恋愛スタートな夏心、本当ですよね。熱中症気をつけましょうね。それではセクシーに参ります。お羊座、シュノーケリングは気楽で面白いわね。ゴラはゴーグル越しに私のエッチなところばっかり見ないでよ。お牛座、プールでは水着に決まってるじゃない。そこに置いてあるビキニのブラ取って渡してくれる。双子座、日焼けはお肌によくないのよ。手が届かないところに日焼け止め塗ってくれない。ガニ座、紫外線も避けたいわ。ビーチパラソルは必ずレンタルしてきてね。獅子座、マリンスポーツも楽しみなのよね。バナナボートにまたがるなんて気持ちいいわよね。乙女座、海の家で夏らしいものが食べたいわ。たこ焼きはたくさん注文しちゃおうね。天秤座、ボールでビーチバレーしましょう。やだ、おっぱいが揺れちゃう。どこ見てんのよ、エッチ。サソリ座、ボディーボードも面白そうよ。胸元から体をぎゅっと押し付けて波乗りしたいの。いて座、大きな浮き輪もいいわね。流されるがままに浮かんで二人で無人島に行きたいわ。ヤギ座、立って乗れるサップが楽しいわ。あなたには座って乗りたいの。私いけないかしら。水亀座、波打ち際の砂浜に文字を書いてみない。文字は瞬間に消えちゃうけど、あなたへの思いは永遠よ。魚座、海に行くとどうしても日焼けしちゃうわね。お肌にアフターローションを塗って。バカ、そこは夜になってからよ。占い癒し所ヤクモ庵オーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。新潟の鑑定会でお待ちしております。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は久々にこのコーナー、教えてゆり先生、あの曲とともに皆様からお預かりしております、あんな質問、こんな質問、どんな質問、真摯にお答えしてまいりますよ。番組の中じゃなくてこっそりとできればマンツーマンで相談したいなと思うあなたは、24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室へどうぞ。
インターネット検索はエキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談で検索をしてみてください。私小室由里がカウンセラーとして所属しているポータルサイトです。あんな質問こんな質問がっつりお答えしてまいりますよ。そしていよいよあと2週間となりました。千葉にお住まいのそこのあなた、小室由里と朝から一緒に勉強していきませんか。7月25日月曜日の朝です。朝6時から浦安市倫理法人会にて講話させていただきます。元セクシー女優が先生と呼ばれるようになった奇跡をお伝えしております。ぜひお聞きください。7月25日月曜日朝の6時からスタートです。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。敵かそれとも味方か、私が攻撃すれば敵になる、私が何の恐れも抱かず微笑んでみせれば味方になる。フランスの哲学者アランことエミール・オーギュスト・シャルティエの名言です。微笑めば味方になる、その通りですよね。大切な人、身近な人ほどにっこりと微笑むことで良好な関係は築き続けていけるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへ。